こんにちは、アンティークコインプラネットです。コインマニアの店主が自分でも欲しいと思えるコインしか売らないをモットーに、本当に価値のあるアンティークコインを販売紹介しております。ホームページ、インスタグラム、ツイッター、 LINE などもやっております。概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ一度覗いていただけると嬉しいです。一緒にアンティークコインの世界にどっぷり使っていきましょう。本日はコイン紹介になります。エリザベス1世ゴールドエンジェル金貨 MS62 になります。 NGC 鑑定枚数は3枚、 MS62 はこの1枚のみで純最高鑑定品でございます。直径約 29mm、重量約 5.15g の金貨になります。表面には聖ミカエルのドラゴン大使、裏面には十字マストの補線が描かれております。エンジェル金貨はエドワード4世が初めて発行した金貨です。エドワード4世は実は1470年に一度失脚し、その後1471年に王位に復活をします。その復活を記念して、このエンジェル金貨が発行され始めたと言われております。一度失脚した王が復権することは極めて珍しく、歴史的にも非常に価値が高いのがこのエンジェル金貨です。エンジェル金貨の呼称は、最も偉大な天使の一人、大天使ミカエルに由来しており、ノーブル金貨に代わって採用されたため、エンジェルノーブルと呼ばれることもございます。今回はエリザベス女王のエンジェル金貨でございます。エリザベス女王のコインはとてつもなく人気が高く、ソブリン金貨や1ポンド金貨は MS グレードで1000万円の大台を超えてきます。エンジェル金貨は一回り小さいことから、まだそこまでの価格帯にはなっておりませんので、なんとか手に入る価格帯でございます。エリザベス女王のエンジェル金貨が市場に出てくることは非常に珍しく、 MS グレードが市場に出てくることは滅多にございません。値上がり間違いなしの鉄板コインの一つです。